青い紐。桃山哲郎は、銀座終わり町の角になったカフェで、ウイスキーを飲んでいた。彼は、有楽町の汽車の線路に沿うた、ちょっとしたカフェでやった、仲間の会合で足りなかった酔いを、満たしているところであった。 もう客足がまだらになって、そこには、すぐ前のストーブのそばのテーブルに、一組三人の客がいるばかりで、あたりがひっそりとして、その店に特有な、華やかな空気がなくなっていた。鉄郎は、その静かな、何者にも妨げられない環境に、 心をのびのびとさして、夢のような心持ちで、酔いに聞いた女の話を浮かべていた。それは、豊嘆な、露骨な話であった。旧派の廃人の子で、文学志望者の若い男のした話は、 某夫人が、奇怪な牛乳を用いたために妊娠したという話であった。その晩入会した美術家の一人が、入会の挨拶に変えてした話は、その春、亡くなったという仲間の美術家の話であった。その仲間というのは、洋画家で、かなりの天才で、 絵の評判も良く、要望も悪い方でなかったが、細君になる女が見つからなかった。その見つからないには、少し訳があった。しかしそれは、ごく親しい兄弟のようにしている友人でなければ、わからないことであった。こんなことで、 洋画家の細君を見つけてやろうとした友人たちも、ちょっと手に余していたところで、そのうちに、大阪の方で女学校を卒業した女があって、それが、洋画家の足りないところを満たすことができそうだ、ということになった。で、骨を折って結婚させてみると、その目利きは少しも違わないで、 そばのものを羨ますような仲のいい夫婦ができた。美術家はその話の中に、それこそ二人は愛あうの遅きを恨むというほどでしたよ。という形容詞を用いて皆を笑わした。鉄郎も腹を抱えて笑ったことを思い出した。 美術家は、それから洋画家夫婦に、すぐ子供の生まれたことを話した。その生まれた子供は、毎日のように女中の手に抱かれて、正午ごろと夕方、家の前へ出ていた。子供はひいひい泣いている時があった。通りかかった知り合いの者が聞くと、 奥さんは今、旦那様とお書斎でお話をしておりましてね、などと言った。はじめにいた一度結婚したことのある女中は、なぜかすぐ逃げ出してしまったということも思い出した。彼の考えは、四季に宝珠な女の話へと言った。 彼は中学生相手の雑誌を編集している文学者の話だ。某劇場の前にいた二人のロシア女のところへ行って、武道酒をたくさん飲まされて帰ってきたという話を思い出した。と、発育しきった外国夫人の肉体が白くほんのりと、 彼の目の前に浮かぶように感じた。銀座の坊店の前でステッキを売っている婆さんにステッキを買うふりをして聞くと女を世話してくれる。いつも話題を多く持っている若い新聞記者の話したことが浮かんできた。そこで彼は そのステッキを売っているという老婆に興味を感じて、そこに頭をやったとこで、時間のことが気になってきた。彼はカップに手をやったなりに顔を上げた。時計は12時に15分しかなかった。彼は自分の物足りなさを満たしてくれるものは、上野の 広小路あたりにあるような気がした。彼はすぐ広小路まで帰ろうと思った。そう思うとともに彼の頭の一方に雨の日の上野駅の印象が浮かんだ。その印象の中には赤い柿の実が混じっていた。 彼はその印象をちらちらさしながら、感情のことを考えた。おい、感情。カップに少し残っていたソーダ水を割ったウイスキーを口にしながら、上野駅の印象の続きを浮かべてみた。雨に暮れかけた、上野駅では、 東北の温水町から一緒に帰ってきた六七人の者がバラバラになって帰りかけたとき、随筆家として世間に知られている親しい友人から呼び止められた。随筆家の友人は、土産にと持ってきた柿の籠を一緒に持って行っておいてくれと言った。 おい、けしからんことを言うなよ。と言って、笑ったことを思い出した。随筆家の友人と話題を多く持っている若い新聞記者とは、ぬか雨のちらちら降る中を、外の方へと歩いていった姿も浮かんできた。その二人は、全番止まった温泉町から、 電報を打って、停車場最寄りの家へ傍事を頼んであるので、その家へ行って用を明かし、自分の家へは、翌朝の汽車で帰ったような顔をして帰る、ということになっていた。彼は、二人を見送ってから車を雇い、随筆家の友人の柿も一緒に積んで、 大塚の家へ帰ったことを思い出したそこへ十八区に見える姿のいい女給が勘定書を持ってきた彼は印馬のポケットからま口を出してその金を払うとともにすぐ腰を上げた哲郎は 電車に揺られてうっとりとなりながら女のことを考えていた。その女の中にはかの洋画家のサ君であるという女の想像になった長い骨を青白くくるんだ肉体も浮かんでいた。一、二年前に 横浜の怪しい家で知ったドイツ人の混血児という女の太った肉体もその中に混じっていた。それらの女の肉体は電車の動くたびに動くような気がした。客の少ない電車の中は宝珠な 取り留めもないことを考えるには都合が良かった彼の頭の中にはほっそりした少女の手首の色も浮かんできた黒文鳥哲郎は夢から覚めたように 目を開けて、まず自分というものに注意してから、今度は、車の前の方へ目をやった。そうして彼は、次に来る、広小路を乗り過ごさないようにと思った。ちょっと、車体に動揺を感じて、それがなくなったところで、 すぐ止まってしまった。電車はもう、広工事へ来ていた。鉄郎はすぐ立って降りた。他にも、二人の客がその後から降りてきたが、物の影の走るように、彼のそばを通り抜けて、電車の前を横切り、大塚早稲田方面の電車の止まる、 呉服店の角の方へと走って行った。鉄郎は薄暗い中に立っていた。風のない空気の緩んだ街灯はひっそりとして、物音といっては今彼を乗せてきた電車が交差点を越えて 上野の方へと走っている音だけであるが、それさえ、夢の国から来る物音のように、耳には響かなかった。四つ字の向こう角になったカフェへのガラス戸が開いて、二三人の人影が中からニョコニョコと出てきたが、そこにも、 何の物音もしなかった。鉄郎は、その物音のしないのが物足りなかったが、しかし、広小路へ来たという満足が、彼の気持ちを傷つけなかった。彼はとにかく、向こうへ行こうと思って、カフェの方へと歩いた。 馬屋橋の方から来たらしい電車が、やはり、何の音もさせないでやってくるのが見えた。鉄郎は、ゆっくりと、レールの上を踏んで歩いた。と、後から来て、彼の左側をすれすれに通って、 向こうへ行こうとするものがあった。それは、若い、小柄な女であった。女は振り返るように、ちょっと、白い顔を見せた。女は、長い襟巻きをしていた。 彼はすぐ、この女はどうした女であろうと思った。こうして十二時を過ぎているのに、一人で歩いているところを見ると、決して正しい生活の女でないと思った。そう思うとともに、彼は探していたものを当てたような気がした。 もし、もし、彼は何か女に言ってみようと思った。と、女はまた白い顔をちらと見せた。道がわからなくて困ってるんですが、女の口元が 笑うようになって見えた。彼は安心して女の方へ寄ろうとした。と、女の体はひらひらと蝶の飛ぶように向こうへと行って、もうカフェへの前を越えていた。彼は失望した。失望するとともに、かの女は ある種の女でないと思った。向こうから、鳥打ちをかむり、陰馬を着た男がやってきた。鉄郎は、この男は刑事か何かではないかと思った。彼はそうして、今、女に話しかけようとしたことを思い出して、 もしあんな時に追っかけでもしていようものなら、ひどい目に合わされたかもわからないと思った。彼は少し気がとがめたが、しかし、向こうの方に幸福が待っているような気がするので、引っ返そうとする気もしなければ、そこのカフェへ入ろうとする気も起こらなかった。 夜店の後ろの街エには、みかんの皮や、バナナの皮が散らばっていた。鉄郎は、そこを歩きながら、今の女は、どこへ行ったろうと思って、向こうの方を見た。向こうには、薄暗い闇があるばかりで、 人影は見えなかった。彼は女はどこかこの辺りのものであろうと思った。鉄郎は戸の閉まった蕎麦屋の前へ来ていた。かすかに優しい声で笑うのが聞こえた。彼はその方へと顔をやった。 若い女が、電柱に身を隠すようにして、笑っていた。それは、長い襟巻きで、口元を覆うようにした、かの女であった。ああ。鉄郎はもう、何も考える必要はなかった。彼は、 女のそばへと行った。私は電車に乗って帰るのが惜しいような気がするもんだから、こうしてぶらぶらと歩いてるんです。どうです一緒に散歩しませんか少し遅いことは遅いが。女は電柱を離れて寄ってきた。 黒い目と地蔵眉になった眉とが綺麗であった。あなたはどちらです遠いんですか近いんですよ。どうです散歩しませんかどっか温かいものを食べる家でもいいんですが。 そうね。でも、もう遅いから、私の家へ参りましょう。行ってもいい。構わないんですか私、一人ですから、いいんですよ。 下宿でもしているんですか曲がりをしているんですよ。二階の屋根裏の汚いところよ。結構ですな。もう女は歩き出した。鉄郎は 何か食べ物でも買っていきたいと思い出したが、さて、何を買っていいやら、この夜更けに何があるものやら、ちょっと思い出せなかった。何か買っていきましょうか。食べるものでも。女は顔をこちらに向けた。 もう何も売ってやしませんわ。いいでしょうちへ行きゃ、何かつまらんものがありますから。そうですか。鉄郎は怪しい女の生活を思い出して、キューラそうくらいはあるだろうと思った。彼はもう、何も言わずに、 女について歩いた。女はそこの横丁を左へ曲がった。向こうから待合の帰りらしい二人の若い男が来たが、その二人の目は鉄郎の方へじろじろと注がれた。彼は決まりが悪かった。 こちらよ。女の小さな声がした。女は狭い狭い路地を入った。鉄郎は暗いところで転ばないようにと足元に注意しし言った。左の方はトタンベイになって右側に 二階建ての長屋らしい家の入り口が二つ三つ見えた。黙ってついていらっしゃい。女はそこの入り口の雨戸をそーっと開け、それから格子戸を開けて入った。鉄郎も続いて入ったが、下の人に知れないようにと、 咳もしなかった。上がり口の右側に二階のはしご段がうっすらと見えていた。鉄郎は女に押し上げられるようにされて上がっていった。上には青白い火のついた六畳の部屋があった。 部屋の中には瀬戸物の火鉢があって、それを中に二枚の布団が敷いてあった。向こうの左隅には小さな机があって、その上に周回道のような薄赤い草花の咲いた鉢を乗せてあるのが見えた。汚いところよ。 女は後ろの障子を閉めて入ってきた。鉄郎は立って、陰馬のボタンを外していた。お座りなさいましよ。女は、襟巻きを机の上へ乗せて、その方を背にして、一方の布団の上に座った。鉄郎も、 ンバを足元へ置いてから女と向き合うように、その青い字に何か魚の絵を置いたメリンスの布団の上に座った。二人の手と手は火鉢の上で絡み合った。鉄郎は女の顔を見るのが眩しかった。 どうです鉄郎は笑った。彼はそれ以外に言う言葉がなかった。女も笑っていた。女の目は絡み合っている鉄郎の手元へと来た。暖かいわ、ね。 会があって今まで飲んでたから、温かいでしょう。お酒をお上がりになって、少し飲むんです。じゃあ、お酒をあげましょうか。ありますか鉄郎は、形式だけでも、 酒があると話がしよいと思った。少しありますよ。私はいただかないから、もらったのを、そのままにしてありますよ。女は顔を上げて、右のかもいの方を見た。そこには、小さな棚があって、ボール箱もあれば、 木箱も見えていた。味はどうですか草の色をした酒ですよ。女はそう言って立とうとするので、鉄郎は絡んでいた指を解いた。と、女は立って、棚の黄色なボール箱に手をやろうとしたが、 届かなかった。トロ、飲むものが取りましょう。哲郎は立って女と並んだ時、妻立ちをやめた女の体が、もったりと、持たれてきた。哲郎は、その女の体を支えながら、ボール箱に手をやった。 今まで気がつかなかった天井から垂れている青い罠になった紐がちらっと目につくとともにそれがふわりと首にまつわった彼は左の手でそれを払いのけようとしたところで もたれかかってきた女の体に、石のような力が加わって、彼の体を崩してしまった。彼は、うなり声を立てた。鉄郎が意識を回復した時には、薄暗い枕元に、 二人の男が立っていた。お前さんは何だねここへ何しに来たんだね哲郎は女に連れられて下の人に知らさずにそっと来ていることに気がついた。彼はこうなれば 女に弁解してもらうより他に手段がないと思った。彼は起きて、紙片を見たが、女の姿は、見えなかった。ここにいる女の方と、一緒に来たんですが、どこへ、 行ったんでしょうかここにいるってここには何人もいないが何人にも貸してないからおかしいな私はそこの蕎麦屋の前で一緒になってやってきて 棚に酒があると言って、女が取ろうとしたが、棚が高くて取れないから、私が取ってやろうとすると、女がもたれかかってくる拍子に、そこの天井から下がってる青い紐が首へかかって、それっきり、 知らなくなったんですが、鉄郎は棚の方を見た。紐もなければ、古いすすけた棚には何も見えなかった。わかった。よし。いい。 まあ、下へおいで。お前さんに話がある。それは、頬から顎にかけて、ごがひげの見える、労働者のような男であった。鉄郎は意味がわからなかったが、腑に落ちないことだらけであるから、とにかく詳しいことを聞こうと思って、そばにある陰馬を持ち、 先になって降りていく二人の後ろからついていった。ごましの男はそこの亭主で、一人は林家の男であった。亭主は火のない長火鉢のそばで、小さな声で言った。 五、六年前に、バーの助給をしていた女が、何でも、男のことかなんかで、あそこで、死んだそうですよ。私たちは、おととしってきて、何も見ないが、 変なことがあると言って、貸す人も、貸す人も、三月とはいないんですよ。